杉山真嗣は、日本の画家、愛知学芸大学教授、教育者として、西三河美術会に功績を残した、愛知県ぬかた郡矢萩町に生まれる。1916年、愛知県立第二中学校卒業。1923年、東京美術学校卒業。岡崎に戻り、1925年に、近藤幸太郎、山本桑太郎らと共に、 我々の会を作り、洋画の展覧会を開き、新人の育成に努める。1944年まで、春代会に所属した。同年、左官元会に出品。また、岡崎市立高等女学校や愛知県、岡崎市販学校で教弁を取った。戦争が終わった1945年の暮れ、岡崎では、文化協会設立の世話人会が持たれ、杉山は、竹内教授、 坂木原金之助、天野松次、足立一平らと共に案を練ることとなった。1946年2月3日、岡崎文化協会が創立される。その他北川民次と民主美術協会を創立した。岡崎美術協会副会長に就任。1949年5月31日、愛知学芸大学設置に伴い、同大学の教授に就任。 1960年、同大学岡崎主治に就任。同年8月、マニラで開かれた国際美術教育会議に日本代表として出席した。1962年、定年退職。1967年に当、功績により、君三当随法賞を受賞した。著書に、子供の造形、西洋美術のふるさとなどがある。 1974年2月16日死去75歳をつありがとうございます。